はい、これはですね、フォードの、確かこれはカプリというね、ものになります。で、これはフォードカプリという名前は、まあ、失敗作のコンサルクラシッククーペ版に、まあ、使われていましたが、1969年に登場したカプリ、打って変わって大成功です。で、この車はアメリカで大成功したマスタングのスペシャルティーカーというジャンルをヨーロッパに持ち込んだものとして、ロングノーズショートレッグでスポーティーなスタイル、エンジンと内外装の豊富なオプション設定などでマスタングと同じコンセプトが当たり、この車はアメリカで同様大成功したんですね。で、またカプリはイギリス、ドイツの両フォードで共同生産することを前提に、開発された車で、同じボディに両フォード独自のエンジンを搭載していた。で、イギリス版のエンジンは4気筒 1.3、52から64馬力、1.6 へ、64から82馬力、V 型4気筒 2L、92馬力、V 型6気筒128馬力と豊富なバリエーションがあり、3円エンジン搭載車には4段変更3段 AT で最高速度183キロと、まあ、高性能だったんですね。で、ドイツ版はカプリという名前でしたね。まあ、なかなかこう、まあ、ということはこれはもうイギリス、ドイツではカプリという名前で、まあ、発売されているんですが、まあ、なかなかいい車です。で、この内装なんかも非常によくできていますね。で、こういう風に、なっていまして、非常によくできている車になっているかなって感じです。これはマジョレッタが昔、作っていました。サンルーフもね、まあ、ちょこんとここに乗っかっているところあたりが、いいんじゃないかなというふうに思いますけどもね。なかなかこのカプリの独特性というのも、まあ、日本でいうとちょっとしたコンパクトカーぐらいなのかなと思うんだけど、それでもでけえよというツッコミがね、まああるんですが、なかなかこう非常に一度見たらちょっと忘れられないような、まあ、デザインというかね、まあそういったところがこういった車の、気に入っているところではあるかなというふうにはね、思います。どうもありがとうございました。